ちゃ。こんにちは。はい。豊さん。はい。DeNA の三上投手。お。昨シーズンオフに、戦力外通告を DeNA で受けてたんですけれども、この度、はい、巨人と育成契約をしたことが発表されました。よかったね。おめでとう。おめでとうございます。まあ、おめでとうっていうか、まあチャンスをもらえてね。はい。なんでというか、まあ、クリーニング手術だとか、はい、いろんなことをしてね、状態は悪くはなかったと思うんだけども、はい、まあ、DeNA 若手が伸びてきたよね、まあ、そうですね、ピッチャー伊勢とか、まあ、平田もそうだし、はい、結構、まあ、三島もいるし、うん、まあ、ここら辺なんかこう豊富な人材というか、はい、でまた同じようなスタイルの人間が、うん、まあ、増えたなということで、はい、三上の居場所がなくなったのかなっていうようなね、うん、ただまだまだ俺は投げれると思うし、はい、33歳で今年34歳ぐらいだよね、はい、いやまだいけるな。そうですよね。で、ま、昨シーズンは怪我の離脱などもあって19試合の登板にとどまって、うん、ま、シーズン終了を迎えてしまったんですけれども、うん、はい、ここで今巨人が育成で取ったというのはどういう意味か。育成で取ったっていうのはとりあえず育成で取って、はい、おそらくよかったらすぐ支配下に、はい、だってこの年を育成で取るっていうよりも、そうですよね、やっぱ様子を見たいということで、うん、まあ、それで、まあ、俺は三上は使えると思うよ。巨人これはなんでかというと、やっぱある程度の変則と癖玉なんだよ、うん、でね、左にね、ナチュラルでカットしてくるんだよ、はい、これは左バッターは嫌だと思うよ。で、一時期良かったっていうのはボールに力もあったし、コントロールもそこそこあったんだよ、うん、で、悪くなったっていうのはやっぱクリーニング手術というかな、まあ、疲労もあったし、はい、ボールが多少いかなくなったのと、やっぱコントロールが甘くなってる、うん、ここさえクリアになったら、はい、また元の三上に戻れるぐらいのものは俺は持ってると思う、はい、だからジャイアンツに行っても、はい、おそらく働き場所は何回かあると思う。そのチャンスを生かせるかどうかだよね。そうですよね、これからはね、うん、まあ、伊能みたいに死の4球つって、ね、これは何しに出てきたんだってそうならない限りは俺はチャンスはくれると思う。そうですね、DeNA から巨人に行くとっていう都市伝説がうるさいよ。昨今なのは伊能投手、まあ、ある梶谷選手死の4球とか、ね、ストレートの方向、え、どうしたみたいな交代みたいなね。よかったですけど、ね、うん、あったけど、はい、まあ、そういうことがない限り、うん、三上は俺は闘争心もあるし、はい、割と実績もちゃんと残してるし、はい、まあ、そこら辺 の、 その思考だとか技術だとかそういうものを考えると、はい、俺はジャイアンツに力になると思う。でジャイアンツも、まあ、調査というか、うん、取ろうというふうな考えはちょっと前ぐらいからあったってことですよね。やっぱり気になってたということだよね、うん、だから俺はそこを育成で取ったっていうのは、まあ、試合外で取ってもいいんだけど、割といいところ目つけてたなって思うよ。へえ。いや本当に、はい、まあ、言えば大勢の小型版みたいな感じで捉えてくれればいいけど、うん、はい、だけど俺はそこそこ投げると思うな。ただジャイアンツもそこら辺の人間っていうのはたくさんいるんだよ、はい、やっぱ先発がいないからね。そうなんですよね。若手が何枚かこうローテーションの中に入ってくるとは思うけど、中には中継ぎっていうのはある程度いて、はい、まあここら辺の競争に勝てるかどうかね、三上がね、うん、まあ、そのぐらいの状態でいられるかどうかっていうのがすごく楽しみではあるけども、はい、俺はできると思うけどな。ちょっとロングリリーフしてほしいっていう感じなんですか、それとももうロングも効く。おいや、まあ、ただその怪我の状態がはっきり把握できてないから、はい、ただもう怪我も癒えて、はい、おそらくねスタミナもあるはずなんだよ、うんうん、だから1イニング任せたら、まあ、きっちりやってくれると思う。うん、うん、いや大丈夫だね。お、そうなんですね。よかった。俺は大丈夫だというふうには思ってるよ。いやでもここに来て本当にパッとパンと入ってきたニュースだったので、うん、まあ、三上投手もとりあえずまずホッとしてるでしょうし、の、はい、いやいや、それはやっぱりね、まあ、アイランドリーグだとか、うん、いろんな BC とか、はい、いろんなことでは考えてたと思うよ、うん、まあ、ここに来て契約するっていうのは、はい、まあ、引退っていう頭はなかったんだと思うけども、だけどジャイアンツからお声がかかったっていうね。でジャイアンツはやっぱある程度中継ぎ陣だとか投手陣に多少手薄さを感じている。でも三上が入ることによって、そのあ、これ先発から中継ぎに回そうかなと思ってる選手を、あ、こいつまた先発で試すことができるとか、そういうぐらいの選手が入ってきたよね。うん、
うん、だから非常にあのキャンプが楽しみだと思う。あ、そうです、ね、多分キャンプ過ぎてオープン戦頃には試合がなってるんじゃない。あ、まあ、そうですよね。きっとそうですよね、うんうん、ただそのやっぱりその支配下だったりとか育成で取ったこっち側で取らなかったっていうのは ある程度いや試しだよやっぱり、うん、それはねいきなり支配下っておかしいじゃないかってみんなが声かけてないのに12球団あって、うん、ここしかかけてないのに、うん、いやいや支配下だって時期的に遅すぎるよ ね、 そうですね。いやそれだったらお前もう支配下で取れよみたいなっていうことなんです、ね。いやだけどここまで伸びて、うん、まあいろいろこう考えてじゃあまあ とりあえず育成で見ましょうかみたいな、はい、そんな感じだと思うよ、うん、周りの人も動いてると思うよ。多分動いてるのは小谷さんかなと思うけどねあ、そうなんですか。だからジャイアンツもいたしあの DeNA もいたしで小谷さんっていうのは言ったじゃん去年の、はい、お前あのビデオの岸本が撮ってきたじゃん、うん、あ岸本っていうか、はいはい、スタッフがあの撮ってきたブルペンを、はいはい、で伊勢を一生懸命教えたじゃん。あ、そうね、あれ小谷さんだよって言って、はい、これ今年伊勢は絶対いいよって言ったじゃん。あ、その通りになったじゃん、はい、多分その人がやっぱジャイアンツにいたこともあるし、うん、いや三上は使え、まあ、DeNA はクビになったけども一回見てくれんかと、うん、絶対使えるようになると思いますよっていう、そういうことだと俺は想像するんだよね、はい、これ勝手な想像だからね、これが正しいなんて思わないで、うん、だけど俺がこうそう感じるんだよね。降りていやいや降りてはこない降りてはこないけどやっぱ人脈じゃない世の中って。そうですね、うん、でも育成でちょっとチャンスを上げ与えてくれないかっていうとさ、やっぱ小谷さんもいろんなピッチャー作ってきた人だから、はい、でそのチームに貢献してきた 人の話だからね、うん、多分聞いてくれたんだっていうふうに思うけどね。あ、でもやっぱ小谷さんも顔があるから、うん、あのなんていう責任もあるし、はい、使えない人は言わないよ、うん、多分小谷さんが使えるよって言うんだったら俺は絶対使えると思う。もうそのぐらい信頼を置いている方なんですね、周りが。周りを置いてるし、うん、俺も、うん、だからあの伊勢を見てた時に、うん、あ今年の伊勢は絶対いいだろうなっていうふうに思ったことは言えたよね。だから三上もおそらく自主トレとか、はい、いろいろ電話で小谷さんにいろいろ聞くこともできるだろうし、まあ、小谷さんの動画になっちゃってるんですよ。いやだけど俺が想像するには多分そうだと思う。あ、そういう人のつながりというか縁とかそういうのもあるんですね。まあ絶対あるよ。あと例えば今年 WBC があって、まあ、今巨人からは戸郷投手だったらあと大勢投手が、はいはい、まあ、抜けるとキャンプもってなってきた時に、戻ってきた時にシーズンに何かがあった時にやっぱピッチャーっていうのは枚数がいた方がっていう、まあまあ、でもね、それ抜きにしてもピッチャーの枚数はいた方がいい。あ、それとやっぱりジャイアンツで今一番足りないのは経験なんだよ、はい、若いピッチャー素材はもうめちゃくちゃいいよ、うん、もう本当にエース級になれる人間が僕ゴロゴロいる。だけど薄っぺらい実績しかない、うん、だからここら辺の不安定さを埋めるのはやっぱりこう培ってきたやっぱ実績なんだよね、はい、自信と、うん、だそれは三上は持ってるということだ。あ、それは大きいですね。あ、だからお前たちはもう自由に投げてこいと、うん、ね、もし何かあったら俺が行って抑えてきてやるよみたいな、はい、そんな兄貴分的なこう気質も持ってると思うからね、三上はね、うん、だから、まあ、いい選手を取ったし、まあ、後輩だからね、そうですよね、頑張ってほしいと思うよジャイアンツでね。そうですね、やっぱり伊能が迷惑かけたんでその穴目を育成で取ったとしても、はい、ね、そのお前三上が頑張ったら伊能の分まで帳消しです、まあ、伊能の年俸三上にやれみたいなそうですね、そんな感じになるよね、じきじき。だけど俺は三上はやると、おできると、できる、できる、楽しみですね、活躍、やっぱり活躍ね、の場だって活躍してる時半端な活躍じゃないからね、うん、やっぱり三上がいるから投げれるとか、はい、そう言わしめたピッチャーだし、うん、まあ、後ろのピッチャーにね三上が全部こう消してくれるというね、うん、だからそうだな、まあ、そういうことが戻ってくればね、はい、いいなっていうふうに思ってるけどね。そうですね、まあ、三上投手新天地巨人ね、とにかく活躍を今年見せてくれるのを楽しみにしたいですね。だから、うん、いろんな、うん、伝説をひっくり返してほしいよなそうですね、巨人 DeNA のね都市伝説を、これで都市伝説を本当に
都市伝説になっちゃうからな、本当にな。そうですね、なりつつあるのでそこは止めてほしいです。伊能は何してんのかな、一回呼びたいけどね。そうです、伊能投手ね、もしあのご覧になったら連絡先は知らないじゃあご一報いただければ。宇宙の電話番号知らないんで、多分通信もね、どっかで途絶えるかもなので、ね、ちょっと今日なんか雨が降ってるからちょっとな、あの通信状態悪いだろう、電波の状態が悪いから。そうですね、ぜひあの伊能投手ご覧になってたら一報ください、はい。